ちょっと YouTuber っぽい来たこのライト、あ、来た、うん、ちっちゃいんだよ、そう、ちっちゃいから、でも、高くなる、高くなる、それなんだけど、撮ってな、はい、失礼します、うん、じゃあね、あはははサンタにプレゼントもあるし、え、それは巻いてる？巻いてる、巻いた、巻いた、いただきます、はい、どうぞ、なんか違う、思ってた味と違うし、びっくりしてしょっぱいのかと思った、美味しくないでしょ、美味しい、美味しい、これはこれで美味しいの、じゃだから、ね、うちはしょっぱいのかなと思って甘かったから、びっくりした、びっくりした、本当か、ねえ、グリーンピースは残してもいいか、いいよ、グリーンピースは私にくれ、同じやつかわかんない、え、同じやつじゃない、もうね、出なかった、なんかこうなってて、真っ暗になってて、え、これまた昨日のやつかなと思って、うん、もう出なかったんだけど、え、何時ぐらい、11時ぐらいかな、おかしすぎるでしょ、もう特定された、でもさ、でもさ、あの動画、あのさ、突撃の動画あったじゃん、うん、あれでなんかだったらわかるじゃん、あの後に特定されてとかだったら、うん、多分出る前だよね、おかしいよね、だってなんでそんな時間に来るの、嫌がらせとかないの、いや、嫌がらせだったら可愛いよね、なんか、うん、知り合いとかだったらまだいいよね、うん、実はみたいな、うん、ちょいちょい嫌くないドッキリとかじゃないね、さすがに、いや、でもマジでもうちょっとおかしい、2回ぐらいしかまだ来てないけど、でも今日さ、なんかその、そういう目でしか世界を見れなくなっちゃって、その出る時もさ、マンションの前でなんかすれ違う時に、なんかこうなんか、もちろん勘違いかもしれないけど、すっげえ見てくるなっていうのどうしようよ、もしそいつだったらって考えたら、もうめちゃくちゃ怖い、もうマジ、リモン電話しちゃうの、でもなんか、やばい、やばい、ここだと思った普通に見れなくなって、しろよもうその次がなかったから、うん、いや、今度ね、え、夜？え、うちらだけは危ないね、多分2人だけはガチ、ちょっと強そうなやつ欲しいじゃん、ちょっと強そうなやつ欲しい、そういう時なんだよな、やっぱり、いや行ってみる、うん、行ってみたら、確かにね、しなくてもいいよ別に、うん、何？誰か来たよ、あ、待って、インターホンを押してくる不審者がいると、玄関のカメラを隠してインターホンを押して逃げていくっていう不審者がいるっていうのをリンリンにあらかじめ言ってあるんです、全部嘘です、で今回不審者がなんと来てしまうっていうのは匠です、私たちのマブダッチ匠が遊びに来ただけ毒には毒を、ドッキリにはドッキリ、
続きをご覧ください。覗かない方がいいね。びっくりした。え、何？びっくりした。違った。あ、もうない。普通にやばい。キモこいつ。でも絶対上がってる。え、うちが入ってる気だからかな。朝出ちゃった。すいません、ちょっと今家に変な人が来てて、なんかあの下にオートロックがあるんです。そのインターホンをちょっと数日前から押されてるなっていう感じがあったんですけど、今も来てて、で無視してたんですけど玄関前に来てて、今聞こえますか？もしもし、今駅下のさ、オートロックあるやん、あそこでなんかカメラ隠してなんかやったよね。静かに見てこようか。私なんかもっと武器持ってる方がいいかもしれない、なんかさ、これだけのために、たくみさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい演技でした。クランクアップですか？あ、はい、クランクアップ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、じゃあ、いきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。
クランクアップになります。ありがとうございます。はい、最後に一言もらっておこうか。はい、この2人を組ませるととんでもないことになります。